するしない？それでは今回の匠ご覧ください。ランさん曲一本場開始です。皆さん手配を開けてください。全曲は一人天杯流曲となった今回ドラロースをどうだ。あ、めちゃくちゃいいのが来たね。これえダブルチャンス。あ、本当だ、ダブルチャンスだ。待って、ちょっと待って、どうですか、惜しい。本当だ、惜しい。本当にね、麻雀はね、なんかもうダメだと思いましたけど、ちょっと頑張ってればいいことたまにはあるのか。いや、本当にこういうの信じて待つし、ここはね、天命を待つ部分なんですよ。結構僕、人事を尽くして天命待つという言葉好きで、うん、よくね、頭の中で唱えるんですけど、はい、こういうね、やっぱり授かる時が絶対来るんで、麻雀は、うん、これね、両観両面なんですけど、はい、あの変化を、はい、どうします、していきます。カンパーピンがあまりにも不服なんで、うんうん、外していきます。なるほど、はい、あのパーピンの裏面は痛いですよ。メンピンドラドラ最速リーチ逃すの痛いんですけど、うんうん、でもいいです。展望8500しかないんで、1万2000上がってもまだしょうがないです。そうですね、二巡目でこの形だったら、いやすごい、これは勝負手、ハネマン狙いましょう。そうしましょう、はい、来た。え、あ、これで差し子、差し子、はい、まあこれはもうね、ローアンか7ですか。これね、面白いよね。チーピンですか。チーピンね、結構僕 ね好きなんですよ。今ね、ローピンがすでに1枚、そう、これね、僕ね、ちょっと無茶しちゃいます。え、あー、これね、結構ね、異様の一打だと思うんですけど、これ結構少数派じゃないですか。少数派だと思うんですけど、はい、これは何を思ってですか。あのやっぱり4班いらないってやっていい、3巡目だったら、もうほんと3巡目ぐらいまでの超序盤限定の打ち方ですよ。なかなかこのキムさんは見れない、はい、これで限定キムですね、はい、マンズが伸びたら、はい、メンタンピンドラドラを積もって6000オールと、うんうん、はい、もう絶対あの仕上がるなら3色もしくは綺麗なマンズの伸びたて、うん、どっちかってことですもんね、うんうん、いやすごい。でも周りが遅そうなのかな。そうだね、やっぱ展望を持ってる人は、うん、降りたくなるんですよ、ラス目の親に対しては、うんうん、はい、なのでやっぱ親が残ってる人はね、なんちゃの人はね、当然ここ流しに来るんですけど、うん、ラスは君がいいってなりますもんね。そうそうそう、しょうもない手の展望を持ってる人は折り気味になりやすいです。あとね、3巡目チーピン切ったメリット、あ、ドラと出ましたね。こんだけ手がいいとポンしないですよね。そうなんですね、はい、あの、あ、そうなんで、やっぱり1万2000話ってお話がありましたもんね。そうそうそう、これ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 待ってましたよ。もうこれで3色は見切って OK です。あのチーピン切りのしたことで、はい、関数ピンもね、結構狙い目になってたんですよ。うんうん、そうですよね。うん、あの2、9、7と切った人が関数ピンってなかなかないんで、うんうん、ウーソービキとか、まあ、リャンソービキでも渋々リーチも順目次第ではあって、その時の関数ピンの良さっていうのも、あのチーピン切りのメリットだったんですよ。はい。はい、対面国士ですか。対面は、まあ、国士の可能性もありますが、安全牌を残していってるぐらいですかね。安牌たっぷりになるし、あわよくば国士が多分第一本線です。まあとりあえず見なくていいです、もう対面は自分の手がね、これあとテンパった時にリーチするかが難しいです。ダマテンの1万2000を、そうですね、はい、順目によっては考えた方がいいです。そろそろね、いい順目になってきたんですよ、はい、あんまり遅い順目でまたリーチしても全局みたいにね、一人転売止まりになっちゃうんで、うん、さあ、いやー、しかしこの両面三面ちゃん引けないけど、これは本当待つしかないです。そうですね、はい、もう仕掛け次とローソー、あ、全然泣かないです、はい、なるほど、
一応これダマ点にしても6000オールの未来があるんで、やっぱりね。そうですね、確かに。はい。なんかすごいピンズ嫌いな人だね。こんな感じに目立ってきましたね、なんかね。本当だね。もう本当にこの手で考えるのはテンパった時にダマ点にするかどうかだけですね、うん、リャンウソが入ったらダマ点なのかなと、はいね、リャンウマン入ったらダマ点なのかな、パワン入ったらダマ点なの、そういうこれですよね。あ、どうですか、はい、リーチです。これは理由としてはやっぱり、はい、上茶とトイメンはいよいよね守備的な進行かなってっていう可能性高いところで、いよいよねそろそろ降り始める順目なんですよ。中盤を過ぎてますもんね。そう、うん、本来黙ってて、はい、リャンウソを打ちやすいのは上茶対面なんですよ。ソーズね、酸素早い、数素早いなんで、リャンウソはいらなさそう。その辺からのポロリがを期待するのがこの手の黙点なんですよ。下茶はねやっぱソーズ全然切ってないから、はい、下茶からリャンウソポロリはあんまりなさ、結構自分が必要そう、あ、持ってても使ってるってことですね、うん、っていう方が残ったんですよ今回、うん、で、はい、上茶という面そろそろもうね順目的にもし折り気味進行だったら、うん、そろそろ勝手に折り始めそうなんですよ。なのでこれ黙ってもねあんまポロリしないんですよ。なのでもうこれはリーチの一手です。8000オールまであるんでリーチかけていきました。これは一番の勝負手になりそうです、はいはい、やっぱりねこのリャンウソ良さそうに感じるんで、確かにもうこれでねこの順目あたりから、うん、鉄壁になってもおかしくないですもんね、展望を持ってる方たちは。そうそう、ダマ点にしてたところで、うん、そろそろ降りるかってなる順目だったんですよ。さあ一発あるよ。ない、トップを取るためにはこの手は曲げて最大に大きくしたいという気持ちも、うん、はい、そうですね、それもあります。かなり強い、はい、この捨て牌は気持ち悪い。これでもう出るはほぼないですよね。まあちょっと構図どっちが好きなのみたいなね感じですね、町としてね。まあ上茶という面が酸素数素早いんで、リャンウソ山にねそこそこあると思うんですけど、まあ、ただ下茶が何枚持ってるかは分かりませんけど、はい、うん、まあ来ましたね、 5万はそんな来るの。本当ですか、器用だね。本当ですね、偏りがすごい。本当だね。いやでもこれはさすがに残り5巡引くと信じて、はい、いる絶対いる、うん、山にはいるんで、皆さんのつも山に残っているか。いやまた下茶の追っかけリーチがあったとしてもめくり合いでもね有利かなというのもありましたけど、もう降りましたね、パーピン統一落としでした。下茶はほぼ降りでしょうね、全方向降りかな。残り4回いるか。いやー手詰まって出る牌でもないしね。そうなんですよね。でも一応数ピンは来てないですね。ああ本当だね、色高いのはない。でも結局ソーズが埋まんないからですね、うん、結局リャンウソにはなってますね、どの手順踏んでても。確かにローピン入ってですもんね、うん、いるか、こいんリャンすごい来ますね。リャンウマンね、あと2回か。はい、積もって裏を乗って最大を目指してリーチをかけた。いやなんだ、あと1回。幸いなのは、はい、みんな降りてくれてるっぽいんで、あ、まあ、確かに、うん、まあ、親の連チャン確保はでかい、でね、大きいです。はい、はい、さああと1回ですけど、まあまあいますよ、いるいる。さあどうだ、いや嘘、いないね、はい、いませんでした。ということは流局、天杯の方は開けてください。祈り天杯リャングウソ、皆さん手配開けてみましょう。どこにいるんだリャングウソ、山に残ってます。うん、1枚ずつだね。でもそうですね、はい、上がりきれず流局となりました。キムさんつらい。
ちょっと我慢の時間が続いてますね。今回かなりのね大物手が流局してしまったのをまた心えぐられますね、うん、そうね。まあでも気にしないでいいです。自分的にはこれがもうベストと思ってやってるんで、いやー出なかったな、じゃあ次の曲は本来リーチする手が来てもダマにしようかなとか、そんなのは考えないで、自分的、僕的にはこれリーチでがもうベストだと思ってるんで、あとはこうなって流局でも上がれなくても気にしない。親は続きます。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。キムさん次回どうなのかぜひご覧ください。